だよ。なんでデモンベインが僕の銃を。逃げられたか。黒は黒は無様だな、カリグラ、クラウディウス。お前たちといい、ティベリウスという。第十字クローを甘く見すぎている。だからこのような失態を演じるのだ。恥を知れ。寝言ぶっこいてんじゃねえや、頭でっかちくんよ。てめえ、暴君のやつが力を使い果たしてるとかほざいてたよな。なのに何なんだよ、あれは。なんで大十字クローに力を貸してんだよ、あいつはよ。暴君は弱っていた。故に大十字クローを利用したのだろう。お前たちの行動が迅速ならば、暴君と大十字クローが
接触することもなかったのだ。それをおとりなどに惑わされおって敵を侮り暴君を侮り結果右目左腕を失ったとしても自業自得でしかないぞ。言わせとけばてめえ、いっぺんいい感じに刺身になってみるか。ああ、よせ、気分がめいる。しかしグランドマスター、 C 計画において暴君は中核をなす存在です。おめおめと逃げられたとなれば仕方なかろう。 C 計画は暴君なしで行う。それは無謀すぎます。あの計画は暴君とキャスのデウスマキナ中枢ユニットの強大な魔力があってこそ実現する計画ではありませんか。暴君の役割は世が同時に果たす、それとも世の力では及ばぬと申すか。いえ、そのようなわけでは。中枢ユニットはネームレスワンの代わりにリベルレギスを使用する。世の手足たるリベルレギスを失うのは惜しいが、マスター、そろそろ近いのですね。少々露骨すぎたかもしれんな。さて、アウグステスはどう動くか。神羅万象、世界のあまねくすべてを出した、あなたの手の内に生も死も聖なるマスターの思いがある。さて、それはどうかな。マスター何だよ、アウグストゥス。まだ絡む気か。いいな、そのことはもうよい。そんなことよりも論議すべきことがある。ほう、我々を揃えるほど、それもグランドマスターに内密に進めるほどのことか。さよう。逆十字すべてを招集する意味を問う。そうそう、ちゃちゃっと単刀直入に話してよね。私、脳みそが腐ってるから面倒な話は苦手なのよ。ならば私から尋ねよう。諸君、最近のグランドマスターの行動に不審なものを感じぬかね。大同士殿への不審、それだけで重大な反逆となるぞ。いいじゃない別に。あたしら何者よ。アンチクロス大罪人よ。
忠義だの礼節だの問えるやつはいないじゃないのさ。それにことは非常に深刻な事態を招くのやも知れぬのだ。どういうことだ。カリブラ、君は先ほどのグランドマスターの言葉を聞いたであろう。今までのグランドマスターの行動を思い返すがよい。アルアジフの対策をウエストごときに託す愚行、波動帝の中途半端な襲撃命令、入手したアルアジフの断片のずさんな扱い、そして C 計画の発動にはアルアジフを必要としないとおっしゃる。そして今回は暴君まで思う C 計画から排除した。何か感じることはないのかね。デタラメすぎるってことかよ。なるほどなるほど、確かにこれであの危険な C 計画を成就させるにはあまりにも無謀。いや、むしろまさか。ならば続けて問う。真に大同士マスターテリオンは C 計画の実行者たるにふさわしいか否かを。アグストス、お主何を企んでおる。どうしたロボ博士。別に何でもない、何か不愉快な予感がしただけである。また雨か、鬱陶しいな。どうしたおじゅちゃん、そんなズブ濡れで。おいちゃんが温めてやろうか。いけねえな、ジョーちゃんみたいなべっぴんさんがこんなところうろうろしていたら。ないね。俺らと遊ぼうじゃねえか。な、いいだろう。どうした？あれ？
れれれ。君もな。逃げてもいいよ。無名祭司書。脱獄とは悪い子だな、ボー君。しかも魔導書で偽物を作って人を欺くなんて。君か、ずいぶんと久しぶりだね。相変わらず釣れないね、ボー君。さてさて、今回はまたどうして突然逃げ出したりしたんだい？そうか、そうか、そうだね、そうだった。クロウ君か、どうやら彼のことが相当気に入ったらしいね。何さ、あの魔獣をあげちゃうくらいなんだから。だからどうしたって言うんだよ、フェイスレス。いちいち属性に首を突っ込んでくるなんて、神様たちもよっぽど暇なんだね。いやいやいや、僕なんて所詮中間管理職の使いっ走りだよ。エンネアだったかい？ああ、そうか、なるほど。君は確かムーンチャイルド計画の9番目だったね。それとも、クロウにちなんでつけたのかな？それがどうしたってんだ！くだらない。
そんなのただの番号付けじゃないか。それよりはふさわしい名前があるだろう。そうさ、君こそが暴君、獣の首の一つにして獣そのもの、もう一人のマスターテリオン。そう、黙れ。だってマスターテリオンは君の生まれ変わりなのだから。そうだ、ボーク。ご機嫌麗し、異業の人外の僕の愛しの暴君から、最強のアンチクロス、最悪のアンチクロス、反逆のアンチクロス、うむ、大した銃だなこれは。デウスマキナと同じ魔術理論をもってして作られておる。バルザイの演説塔と同様に儀式の媒介として機能する上に、この弾丸、うん、手の込んだことだ。弾丸の一つ一つに洗礼を施してある。ザ・ミニオンズ・オブ・クトゥグアか。魔力を注ぎ込めば爆裂弾にもなるな。やはりな、火薬に異文ガズイの粉薬を混ぜておる。この粉薬はな、霊的存在の物質化を促す霊薬だ。弾丸それ自体に魔術的効果をもたらせているわけだな。こっちもだ。ウェンディゴ・ザ・ブラックウッド。以前見た通り、こっちは自動追尾弾となっておる。敵を捕らえるまで追い続け、急所を仕留める。原料さえあれば、同じものは作れる。波動の小娘にでも頼んで、
調達してもらうことだ。これでクトガーの制御はおろか、イタカすら操る術を手に入れた。これを使わぬ手はないだろう。ふん、我らが手にしたのだから、すなわちこの銃は我らのものということだ。遠慮はいらぬ。せいぜい利用させてもらおう。クロウ。おのれ。